私たちは幻のイオン、テトラフェニルアンモニウム塩の合成に成功しました。このアンモニウムは頭の中で思い描くこと自体は簡単で、それぐらい非常にシンプルな構造をしています。しかしながら誰一人としてその実物を見たことがないという、まさに幻の分子でした。このテトラフェニルアンモニウム塩の合成は現代の技術を駆使しても難しいです。というのも、前駆体となるトリフェニルアミン誘導体の嗅覚性が非常に低く、反応性に乏しいからです。そこで私たちはこのトリフェニルアミン誘導体を一電子酸化することによって活性化したアンモニウミルラジカルに着目しました。このアンモニウミルラジカルを用いてアリルラジカルとカップリングさせれば、目的のアンモニウム塩を合成できるのではないかと考えました。今回のラジカルカップリング反応では窒素原子以外にも反応点がありまして、方向感上での反応が考えられます。そこで窒素原子上での反応を優先させるために、ブロモ基とターシャリウブチル基を立体的合合基として導入しています。こちらが実際の合成スキームです。この方法によって 0.1% と低周率ながらもアンモニウム塩の合成に成功しました。続く置換基の脱層合をそれぞれ行うことによって、幻のイオンテトラフェニルアンモニウム塩の合成を達成し、その存在を初めて証明しました。はい、アンモニウム塩の単離生成には特に思い入れがあります。合成周率が 0.1% と一つ操作を誤ってしまうとなくなってしまいそうな生成量ですので、ロスのないように生成操作の一つ一つに細心の注意を払いました。今回目的物がイオン性の化合物になりますので、通常のカラムや PTLC の生成はブローディングしてしまってうまく分離ができません。そこで今回使用したすべてのシリカゲルにはカウンターアニオンを統一するために NABF4 の飽和メタノール液によって前処理を施しています。こうすることによってブローディングを最小限に抑えることができて、アンモニウム塩をきれいに単離することができました。国島研究室博士前期課程2年の小林しおりです。私が携わった部分で特に大変だったのは原料の大量合成です。周率 0.1% のラジカルカップリングで目的のアンモニウム塩を取ってくるためには大量の原料が必要だったので、購入した試薬を丸々一瓶使うような数十グラムスケールの反応を何度も行いました。もちろん分液やカラム生成も全て手動だったのでかなり重労働でした。普段使わないような大きな実験器具を扱うのは大変でしたが、ラボでこれだけのスケールの反応をかけれる機会はそうそうないと思うので、いい経験になったと思っています。論文に自分の名前が載るのも初めてのことだったので、実際に投稿された論文を見たときはすごく嬉しかったです。今回の合成の私の一押しは、最終段階で8つのターシャリブチル基を全て除去してテトラフェニルアンモニウムに導いたところです。いや、正直今でもよくこの反応うまく進んだなと思いますね。というのは見るからに進みにくそうで、なんだそれっていう変換反応だからです。しかも研究当時頑張ってスケールアップ合成を行っても前駆体となる化合物を数ミリグラムしか得られないという状況にありました。それでもこの反応に挑戦して検討中質量分析で目的物のピークを確認できた時はとても嬉しかったです。このようにチャートを見て、ああここにテトラフェニルアンモニウムがいる、まだまだという感じでした。その後は笹本くんが見事な技術で単離と構造同定を行ってくれました。いい研究に仕上がったのでとても満足しています。